が。いいかもちょっと。つながりました。すごい声援、バスの中から声援が。バスの中からつながってます。つながってます。間違いないです。皆さん方、これからも共にどんな判断が出ようとも、本当にこの問題は解決するまでやって、最高裁が社会正義に乗った判断を下したとしても、そうやすやすと私を職場に戻すとは思いません。ですので私は運動でこの問題解決していかなければならない結果としてそのように思っていますので、皆さん今後ともご支援の方よろしくお願いいたします。いつでも職場に戻るということを理想教育告発した吉岡さんが実現していきたいと思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。